それでは始めていきましょう。アメリカの反攻作戦という形になります。はい。実はアメリカは、真珠湾攻撃を叩かれてから、ずっと劣勢に置かれているという状態だったわけなんですね。日本軍の海軍力が結構強かったんで、ボコ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 やられるという形になります。あと、特に空軍での要するに技術力の差っていうのもありまして、それでちょっと勝てないという状態になったんですね。で、それに対してアメリカはどういう風な戦略を取ったかっていうと、はい、こちら見てください。1942年、ミッドウェー海戦というのをやります。はい。ミッドウェー海戦と言います。はい。で、このミッドウェー海戦でアメリカが奇跡的なバカ勝ちをするわけなんです。まあ、原因は何かっていうと、これ日本側の失敗です。日本側はミッドウェー海戦において、アメリカよりも早くアメリカの艦隊を発見しています。はい。発見していますが、魚雷を積むべきか、それとも爆弾を積んで穴を開けるべきかっていうんで、司令長官が会議をしている間にやられるという意味不明な事態なんですけど、なんだこれはって思うんですけれども、そのアメリカのその軍を発見するんですね。敵機発見って言って、敵艦隊を発見しましたって言って、よし、じゃあ爆弾積んで飛んでけーって言って、おーって飛ぼうと思ったらですね、まあ、戦艦がありますって言ったら、戦艦があるんだったら巨大にしなきゃいけねえんじゃねっていう。いや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 、もう先に一旦飛べよ。いや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 、魚雷じゃないと沈まないから。いや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 って言ってたら、アメリカに見つかって、なんか日本全然飛んでこねえぞと。何やってんだあいつらみたいな感じで言って、わからんけどとにかく行けって言って、まあ要するにアメリカ側がなんか飛ばしたら、あれなんか沈んでいくぞみたいな状態になってるのが、このミッドウェー海戦という形になります。はい。ということですね。緊急事態の時によく会議をしてしまって長引いてしまうという状態はよくある日本のあるあるなので、まあ皆さん覚えておいてください。それに対してアメリカ側っていうのは責任者が一人っていうパターンが多いので、緊急事態の時に即動けっていう時に即動いてしまうっていう癖があるんで、まあそれが要するにまあはっきりと出たよねって話なんですね。で、これがポイントになります。日本の行政の失敗という感じなんですけど、1942年のミッドウェー海戦でアメリカにボコボコにされる。で、ここから反転攻勢して、日本、ドイツ、イタリアがどん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 負けていくという形になっていきます。つまり、こっから先は、日本、ドイツ、イタリアがどんどん負けていくという歴史になりますから、こっから先のところ、どういう風にして戦争が終わっていくかっていうことをしっかりと見て、最後終わりたいと思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。